この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに水戸市からのリポートです。子育てを支援する水戸ファミリーサポートセンターが設立10周年を迎え、記念式典と交流会が8日水戸市水府町の青柳公園市民体育館で開かれました。どうぞ。水戸市ファミリーサポートセンター10周年記念事業記念式典ということでお集まりをいただきました。誠にありがとうございます。水戸市ファミリーサポートセンターは平成16年の6月にですね、水戸シルバー人材センターが業務を受け持ちまして、ちょうど今年で10年を迎えます。水戸ファミリーサポートセンターは子育てに関して援助を受けたい人と援助したい人が協力しながら、子どもの送迎や病気の子どもの預かりなどの活動をする育児支援サービスです。講習会や交流会も年に数回実施しています。会場には会員や一般の親子などおよそ300人が参加しました。式典では関係者がくす玉を割って10周年の節目を祝いました。どうぞ。ファミリーサポートセンター設立10周年記念、そして利用者50万人達成のくす玉が見事に今開かれたところでございます。水戸ちゃんダンスで祝福しました。式典後の交流会では音楽デュオのケロポンズが出演し、親子で楽しめる歌や体操などを披露しました。季節も綺麗だし、ご飯食べるとこ、おやつ食べるところもたくさん充実していて、はい、利用しやすいと思います。多世代交流っていう名前はついてるんですけれども、今のところまだちっちゃいお子さんをお持ちのお母さんが多いと思うので、多世代っていう形をもう少しこう実現できていくと、さらに広い人に利用できるようになるのかなっていうふうに思います。子供を育てるというのはなかなか、ほら2人目だったらね、いろいろ経験してるから分かるんだけど、初めてのお子さんの場合なかなか本読んでもなかなか分からないことも多いということで、おじいちゃんおばあちゃんにもいない場合には聞けないよね。そういう時にそういったアドバイザーもハンミングパークとか万博にいるのでね、そういったことを利用されて、子育てに役立てればというふうに私は非常に思ってますけど。続きまして、北茨城市からのリポートです。震災の津波で大きな被害を受けた北茨城市で11日、地震と津波を想定した市総合防災訓練が実施され、津波避難タワーへの避難や船舶避難などが繰り広げられました。訓練には消防や警察、地域住民など合わせておよそ2000人が参加しました。地震です。落ち着いて身を守ってください。震度6強、茨城県北部。ただいま防災訓練を実施しています。津波警報が発表されています。直ちに高台へ避難してください。訓練は茨城沖を震源とするマグニチュード 9.0、 震度6強の地震が発生し、茨城県沿岸部全域に津波警報が出されたとの想定で実施されました。防災行政無線で高台への避難がアナウンスされ、大津漁港内の小型船は沖合に避難し、住民は歩いて津波避難タワーや高台に向かいました。高くて
結構怖いです。下を見ると怖いです。こういう避難訓練を受けると震災のことが思い出します。少し津波の怖さとか地震の恐ろしさが分かって、避難訓練とかちゃんともっとやりたいです。地震とか津波にちゃんと備えてるなと。倒壊家屋や埋没車両からの救出訓練なども行われました。茨城県警救助隊は参加した住民や児童が見守る中、重機で慎重に木材やがれきを撤去しました。その後救助隊は特殊な機材で車の屋根を後ろからめくり上げ、車内に入り閉じ込められた被災者を救出しました。一旦容器をこの位置、じゃあ容器その位置、容器この位置、この位置で運べ、この位置で行くぞ。お願いします。テレポートでは緊急車両が待機しております。家庭にもう年寄りしかいないという家庭が増えてますんでね、そういう意味でも自分たちが震災何が起こってもね、少しでも対応できるような、そんな訓練であったらいいし、まあそういう訓練になったというふうに思います。訓練では児童や防災会などによる消火訓練も行われました。続きまして北茨城市からのリポートです。東日本大震災4周年、茨城県北茨城市合同追悼復興記念式典が11日北茨城市で行われました。式典は大津漁港内に特設会場が設けられて行われました。参加者は犠牲者の冥福を祈るとともに復興への誓いを新たにしました。最初に地震発生時刻の午後2時46分に1分間の黙祷を捧げました。本日の追悼復興記念式典にあたり、私は本県の本格的な復興とさらなる発展に向け全力で取り組む決意を新たにしているところであります。今後ともこの大震災の教訓を踏まえた災害に強い建設作りや県民の皆様が安全安心快適に暮らせる社会を目指し、人は輝く元気で住みより茨城の実現に邁進してまいりますことを改めてお誓い申し上げます。全て奪ってしまった海ではありますが、私たちの命の源でもある海が安寧で豊穣の海であり続けることを願ってやまないものであります。私は必ずや震災から復興し、誰も安心して生活できる夢のある希望を持てる理想の京都北茨城を新たに創生することをお誓い申し上げます。引き続き執行部とも力を合わせ、活力と潤いのある茨城が取り戻せるよう全力を挙げて給付等に取り組んでまいります。北茨城市議会も行政と一丸となって進めていくことをここにお誓い申し上げます。県警察音楽隊の演奏で北茨城市立青果小学校の児童が復興支援ソングの花は咲くを歌いました。遺族2組4人をはじめ、国会議員や県議、市町村長、関係団体の代表者など、式典に出席したおよそ1000人が献花し、犠牲者の冥福を祈りました。漁業関係者が献花をすると、地元の漁船26隻が
汽笛を鳴らして一斉に出港しました。最愛の妻を亡くしたことは、まあ、人生で、大変、まあ、深くな思いで、今日に至っております。しかしながら長女に、孫が生まれて、まあ、それを励みに今、まあ、家族一丸として、まあ、現在至っております。またこうして、4週目という式典に、まあ、自分も、まあ、元気ながら出席できたということは非常にありがたく感謝しております。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続きまして IBS 茨城放送からのリポートを3本続けてどうぞ。今私たちは茨城県立図書館に来ています。こちらでは東日本大震災新井英治写真展復興への歩みが3月3日から3月15日まで行われています。茨城県立図書館入ってすぐ右に震災の写真が80枚展示されています。で、その80枚それぞれ被災地の風景に題名とコメントがついていまして、でこちらの写真家の方なんですけども、長野県にお住まいの風景写真家協会の新井英治さんなんですが、震災後に陸前高田に奇跡の一本松の写真を撮りに行った際に、被災地で斜めに傾いた土蔵に目を取られ、そこに壊して OK ですと青いスプレーで書かれた文字を見つけて、実際に被災に遭われていない人にもこういったことを伝えていきたいとの思いで写真を撮られて、被災地にももう何度も足を運ばれているそうです。でまた陸前高田から茨城県の海沿いを南下していく際に、知らなかった被災地を見て茨城県にも15回以上足を運ばれているとのことです。ということで、この写真展、見ていらっしゃいました高校生の方に今日はお話を伺っていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。自己紹介お願いします。高校1年生の藤作優希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤作さん、今高校1年生ということですけれども、震災があった当時は、小学校6年生ですか？はい、そうです。小学校6年生の卒業間近の時でした。はい、当時は何をしていらっしゃいましたか？当時は授業中で、はい、授業を受けてる時に地震にあって、でそのままそう授業を中断して帰りました。はい、すぐにお家には帰れましたか？家の中がその地震で、はい、めちゃめちゃになってしまって、でそれで家には帰らずずっと、はい、それで祖父の家に泊まってました。はい、なるほど。茨城県ではライフラインが止まったところもあると思うんですけれども、そういったところいかがでしたか？電気と水道が止まってしまって、その水を確保するために、はい、毎日のように中学校に通って、はい、たくさんの人が並んでる中、その中に加わってその水を来るのを待ってたっていうのが印象深い。実際に藤作さんも被災されたということなんですけれども、今日この写真展を見て、新井英治さん20年間闘病生活とともに写真を撮られているということなんですけれども、写真展見られていかがでしたか？その写真にすごいなんか気持ちがこもっているのとか、その実際に見たものを伝えたいって思って写真を撮ってくれているので、はい、それがすごいこちらにも伝わるというか、被災地の状況がとてもよく分かりますよね。はい、ということなんですが、お話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、こちら東日本大震災新井英治写真展復興の歩み
は3月15日まで茨城県立図書館で行われています。またこちらの写真展5月13日まで徳島、香川、高知、愛媛県、大阪と西日本を中心に全国各地に向かわれての開催となっています。県立図書館では3月15日までとなっています。また15日には新井さんご本人もいらっしゃいます。皆さんぜひ立ち寄ってみてください。この時間は茨城県立図書館から復興の東日本大震災新井英二写真展復興への歩みについてお伝えしました。今日は下妻市にやってきました。こちらでチンゲン菜を栽培している農家さんがいるということでお会いしてみたいと思います。こんにちは。下妻市でチンゲン菜を栽培されている農家さんですか？そうです。私がチンゲン菜を作っている中里です。こんにちは。 JA 上層光チンゲン菜部会長の中里忠道です。私たちは下妻市の塩川地区で1年間通してチンゲン菜を栽培しています。実は茨城県がチンゲン菜の出荷量日本一なのをご存知でしょうか？冬場は寒さにあたってなかなか伸びませんが、3月になって暖かくなるとどんどん成長します。作ったチンゲン菜が病気や虫に食べられないよう毎日の管理が欠かせません。この時期のチンゲン菜はビタミン C やカロチンがたっぷりです。シャキシャキとした食感で炒めてもスープに入れても美味しく食べられます。皆様に1年を通して食べられるよう出荷していますので、スーパーなどに立ち寄った際には食卓に一品チンゲン菜を添えてみてはいかがでしょうか。チンゲン菜を栽培されてから何年になりますか？チンゲン菜を栽培して約10年になりますね。今作っているのは、冬栄といって冬場に適した種を使っていますね。冬栄の特徴は、寒さに強くて、茎がしっかりしてみずみずしいところが冬栄の特徴かと思います。チンゲン菜の魅力は季節問わずに収穫ができてスーパーに並ぶのも多いと思うんで、手の届きやすいところにある作物だと思います。皆さんこんにちは。ご飯屋大久保の大久保智文です。当店は海鮮系を中心とした和食料理を提供しております。ご飯屋という名前の通り、お米にこだわり原農薬で栽培された特選コシヒカリ米を使用しております。また魚介は毎朝市場で仕入れ、仕込みにも時間をかけております。そんな当店のおすすめランチは海鮮丼と焼き魚定食です。海鮮丼は一番人気のメニューで、マグロ、カンパチ、ヒラメなど今が旬の魚介を常時
7、8種類盛り付けております。また千葉県多古産の厳選された山芋とろろも盛り付けし、海鮮とともに弾力のあるとろろの食味と風味を楽しめるのが特徴です。焼き魚定食は丹精込めて味噌漬けしたサーモン、それとサバ、赤魚などを日替わりで提供しております。じっくり煮込んだ煮魚定食と合わせて人気のメニューです。魚料理以外にも茨城県産のブランド豚、芋豚を使った生姜焼き定食やとんかつ定食など、お肉料理も豊富にご用意しております。複数でもお一人様でもどうぞお気軽にご利用ください。お待ちしております。焼き魚のサバです。最高です。油が乗っててうまい。やっぱり料理の味がとても美味しいです。ここは豚生姜焼き定食、海鮮丼です。お肉が美味しいです。お刺身新鮮で非常に美味しいです。私たちが真心込めて接客させていただきますので、ご来店お待ちしております。